こんにちは、マンダラヤテレビの小林です。本日はスティーブン・ジュホー・コーミーさんにおいでいただきました。いつもコーミーさんは私どもの密教機構で、さまざまな機構および太極拳およびさまざまなそれまでの英知を披露していただいていますが、今回は彼のカバラというものについてご説明いただければと思います。さてカバラっていうお話なんですけども、はい、まあ、私自身密教というふうなものを学んでいるうちにカバラという言葉に出会い、そこからさまざまな探求をしていき、これがすごく近いものであるということを感じてますけども、カバラというものを、まあ、ご説明願いますでしょうか。説明というのはカバラはですね、はい、西洋では、はい、2つか3つの種類があります、はい、1つはユダヤ教 の密教、はい、ユダヤ教のエソテリックティーチングと同じように、はい、宗教のある部分のカバラ、はい、もう1つがゴールデン・ドーンとか、はい、クラウディが使ってた、ハーメティックとかナスティックカバラあります、はい、でもう一つがニューエイジの人が勝手に作り出してるカバラ、はいはい、でそれぞれ違うんですよ、はいはい、ご存知のように、はい、で、まあ基本的に例えば後で話すと思うんだけど、セピロットとか、はい、トリーオフライフとか、まあ、はい、こちらはトリーオフライフですね、はい、でそれぞれのあれはセフィラで複数でセフィロットっていうんだけど、はい、が時々違うし、はい、順番でも、はい、だけど基本的には同じで、カバラっていう言葉はヘブライ語では受けるという意味なんですよ。で何を受けるかと、その秘密の教えを受けるという意味になるわけ、はい、日本でしたらそのまま伝授ですね。そう、伝授、その通りです、はいはいはい、そしてカバラでは、そうまさにその通り伝授です、はい、でほとんど本がないんです。ああ、はあ、チベット密教だってすごいお経の何千何万とかいくつもあるでしょうけど、はいはい、日本の密教もそうだし、はい、ですけれどもカバラでは2つの本しかない。おセフェル・ヤツィラとセフェル・ゾーハル、はい、でセフェル・ヤツィラは The Book of the Mysteries かな、はいはい、でセフェル・ゾーハルは The Book of Splendor、はい、でゾーハルの方が後で、はい、ある有名なラバイが、はい、説明しようと。ゾハールという言葉ですね、まあ、日本語ですと。あ、そうそうそう、日本語で分かんないけど。はい、そうです。でその教えが伝わってきて、はい、で非常に難しい、はい、ある意味ではなんていうかな、じゃちょっとこちらには Flower of Life というデザインがありますね、はい、でこの Flower of Life はまあ、ユダヤ教の、カバラにも入ってるんですけど、こっちにもありますね、同じものです、はい、で結構パワーありますよ、はい、エネルギーとしてもパワーがある。そう、はい、やっぱり形はエネルギーとその通りなんですよ、はい、でどうやってフラワーオブライフができたかという話がある、はい、フラワーオブライフのいろんな順番、はい、まあ、とにかく一つなんかあってて、うん、そして二つになって、はい、結局人体の中に、はい、男性のあれと女性のあれが融合して、はいはいはい、人間になる卵になるわけですね、はいはいはい、そしてポコ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 となっちゃうわけ、はいはい、でそれが丸い形がどん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 出来上がって細胞分裂のような形で、それがフラワーオブライフになるわけ、はい、だからこれがクリエーションのストーリーが含まれてるわけ、はい、
だけど西洋のカバラにはそこまで考えないわけ、はいはい、ほとんど Tree of Life の話しかならないわけ、はいはい、西洋のカバラは、はい、だからカバラを説明してくださるというのはどっちのカバラかなと言いたくなっちゃうわけ、はいはいはい、いやそういう面ではね、うん、あの西洋のカバラにしろこのフラワーオブライフにしろ私自身が面白いなと思ったのは仏教の中での華厳経というふうな教えの中に一足多というふうなものがあって、そうですね、その全体像という、まあ、こちらが全体像というふうにした場合にこのトゥリーオブライフがそのままフラワーオブライフの中に隠れているというふうなことを見たときに、まあ、すごく華厳経というものの考え方に近いのだなという思いをしました。そうですね、はい、そして、まあ、小林さんがいろんな面白いあの興味とか、はい、あると分かるし、はい、今あの浮かんだのは全然違う分野ですけれども、はいはい、あの One out of many、はいはい、だからピンポーンとならない、はいはいはい、何ですか、うん、今のお話の One out of many、はいはい、今のそれと全く同じですよね。これがアメリカのモットーなんですよ、はい、おーほう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 。でも英語で聞かれたことないと思います。はいはいはい、はい、あの A pluribus unum、はいはいはい、で一度の冊にも書いてあるかもしれません、はいはいはい、あちこちやるわけ、はいはいはい、であの Many states から一つの国ができるという意味が表、はいはいはい、その裏がこれです、うん、はいはいはい、一足たった全く同じです、はいはい、なるほどね、うん、はい、それもやっぱりあのアメリカの作ってる人はあのほらワシントンとかそれも割りの、はいはい、あのフランクリンとかその知識がある人が全部ああいう組織に入ってたもんですよ、はいはい、いつでもカットできますからだからそれはやはり今のお話で一足多の反対側にまた多足一というふうに、はい、まあ、日本語では言うわけですけども、はい、一つのところから大きなものに現象世界として広がってそれがまた現象世界から一つのものに、はい、変わっていくというふうなものの考え方、はい、これが もちろんあの華厳経というふうなものの考え方なんですけど、そうですね、そのイメージをそのままアメリカの独立もそのようなイメージであったということを今日は初めて伺いました。おお、もちろん初めてですよ。よかったねという感じがします。でも確かに、そのような考えであのその考えが、まあ、現象を作るというふうにして見たならば、はい、 その考えというものを私たちがもっともっと詰めていくことによって今の現象起こっている出来事自体が、うん、そういう原則によって、出来事が起こっているという発見につながるのかもしれませんね。そうですね、はいまあ、そういう意味ではカバラというふうなこういうふうなあのものの中から、まあ、こちらの方のトゥリー・オブ・ライフ一体このシンボル、はいはい、どういうものなんでしょう。あのねいろんな説があるんです、はい、でユダヤ教の方から見ると、はい、まあ、まず真ん中を置いといて、はい、こっちとこっちがエデンの園の中にあった木、一つがどっちもどっちだったっけ、うん、間違ってるかもしれないけど、はい、例えのために The tree of knowledge、はい、知識の木とか、はい、The tree of eternal life、はい、その knowledge というのは、はい、The knowledge of good and evil とよく言うわけ、英語では、はいはい、まあ、日本語では何とおっしゃるでしょうか、はい、でも分かるでしょ、はい、それはアップル、リンゴの木です、はいまあ、本当リンゴじゃなかったらしいんだけど、はい、まあ、とにかく、まあ、ストーリーの中にはリンゴの木、知恵の木ですよね。知恵の木です、はい、でもう一つがそのあの Eternal Life の木、はい、永遠なる生命ので、はい、その真ん中がバランスを取って自分の命を作っちゃうわけ、はいはい、で、あのだけどあの西洋のカバラになっちゃうと、はい、そして後のあの例えば中世のユダヤのカバラの中にも、はいはい、3つの木になってて、こちらがあのあ
日本語よろしくね。the tree of the pillar、はい、あの柱ね、うん、the pillar of severity、うん、っていうのは峻厳の柱、あ、峻、いい言葉ですね、峻厳ですね。でこれはまあ慈悲でしょうね、はい、the pillar of mercy、はい、で真ん中は、はい、the pillar of equanimity っていうのはその両側からのバランス、はい、まあ、これを今のお話伺ってますと、私、まあ、仏教の研究をしている人間からしてみると、こちらのところが観音菩薩という象徴である慈悲という言葉が出てくるわけですよね。そうすると、はい、こちらのところで峻厳というふうになると不動明王というふうなシンボルがイメージされてしまうんですよね。そう、日本密教では不動明王でしょうね、はい、チベット仏教ではあのヘルカとか、はいはい、そういう憤怒の神様、いわゆる五宝尊というふうに言われている方々、はい、そうすると真ん中のところがいわゆる中道、ミドルウェイと言われている、中道というふうなものの考え、それこそバランスを取れという仏教の道ですね、はい、教えのところにこう行き着くんじゃないかなと、はい、だと思いますよ。そのようにして思うと、ここのところの一番下のところに色が多様に書かれてますよね。そうですね、ね、今Like this. はい、着てらっしゃるのも違うけど、多様な、これを日本語ではまだら模様というふうに言って、まだらでしょうね、一見するとバラバラでよくないなんてなふうに捉えてしまいますけども、ね、実はそうではなくて、すべてのものが実は多様なものであるというふうな解釈で考えた時には、ね、これです、はい、あのマンダラというふうなものがそのままそのお洋服で表されてますよね。真ん中太陽、太陽がある、はい、それがもしかすると峻厳というのと慈悲というのの統合というふうな真ん中の、そうですね、はい、ものの考え方にもまたつながるんじゃないのかなと。そうそうそう、はい、でそのご存知のように、あの両方の、両方というのはあのニューエイジと、あの、あ、両方じゃない、全部だ、両方と、あのちょっとニューエイジと、ユダヤ伝統と、ゴールデンダウン、はい、ゴールデンの黄金の暁ってそのままですか、はいはいはい、まあまあゴールデンドアはそのままで結構です、はい、あのその3つの中でも、あのこれがロードマップなんです、はいはいはい、で地図となってるわけですよね。そう、はい、で悟りへ行く地図ですね。そうですね、結局、はいはい、言葉が違うけど意味はそうなんです、はい、で面白いのは、あの大体向こうは上から下に行くんですよ、はい、だから、あのまず、あの上から生まれてきて、あの英語しかいないから後でよろしくね、ウィズドムを受けて、はい、まあ、知恵ね、知恵を受けて、はい、そしてアンダースタンディングとか理解が出て、はい、そしてそのアンダースタンディングだけでは、あのあんまりにも、あの生活とか自分の世界の、あの見方が厳しいから、はい、慈悲とかマーシーが必要なんです、はい、そしてそのマーシーだけだったら弱すぎるから、はい、強さのストレングスが必要、はい、そしてあの今まではまあストロングだけど、ストロングだけではあのエンライトニングできないから、はい、あの問題はここ、どういう解釈するかと人によって違うんです、はい、問題がちょっと難しくなってしまうので、ちょっとよろしいですか、はい、今度は今のお話を、私自身はここの上のところ、つまり見えない世界があって、その見えない世界からこちらのところに生まれてきて現象化した出来事として目に見えるものになった、はいはいはい、そこがここのところをこう今のルートを通った時に、はい、仏教的なものの見方をします、まあ、特に密教的なものの見方をしますと、ここが第一如来、そしてここがいわゆる右脳である般若仏母、お母さんですね。あ、そうですね、はい、でそこからこちらの方に出てきて、そのまま文殊菩薩、そうですね、ロゴス、言葉というものを司る世界に落とし込んできた、このような流れのところから、そうすると小観音とか菩薩というふうなところに現象化してきて、それがこちら、はい、先ほどの不動明王というふうな言葉の不動明王というふうなものの象徴としてここまで来たのか、そう、そこまでは簡単、はい、でこれだけじゃなくて、あのちょうど後ろに飾ってある、はい、あの
まあ、それは寺場だかどうか分かんないけれども、はい、まあ、こちらは寺場じゃなるになっちゃうでしょうね。だから菩薩の道でしょうね。一応これはチベット仏教のチベットでしょ。菩薩の道だから、はい、で同じじゃん結局、はい、でもそちらが下から上に行くんです、はい、こちらの考えはこういうふうに辿ってて下が、はい、マルクッはい、とかキングドム、まあ、というふうに言われてる、ね、キングドムって何て言うんだろうね、はい、王国ですね。王国、はい、これをですから私自身が見たときにそうか仏教ではこちらのことを汚れた世界エドというふうな形で、まあ、ダーティーランド泥というふうなものの象徴世界で、はい、だからこそまだらになっている、そのまだらなところから理想の世界白い光り輝く世界のところに上がっていく道なんだなというふうな印象を受けたんです。今ダーティーランドは江戸とおっしゃったの。江戸っていう言葉です。江戸はそのような意味の江戸なんです。江戸時代と同じ江戸じゃないけど。いやそういうふうにでもつけた方がいらっしゃるんです。やっぱりそうです。はい、はい、天海さんという方。はいはい、はいはい、そうなんだ。分かってるんです。おお、はい、はい。まあそういうふうなこの世というのを汚い場所であるというふうな考え方が仏教の中にはあるわけですね。はい、そうですね。はい。そう。だからここは問題と僕言ったのはヘブライの名前はティファレット、はい、意味がビューティー、はい、英語で言うと、まあ、日本語で美しさ、はいはいはい、だけどほんなの意味は違うはずです。ビューティーだけでは物足りないわけ、はいはい、どういうふうに解釈するかとこういうプロセスで考えるとじゃあ強くなってビューティーを与えるどうなるんだろうかということになっちゃうわけ。そして後でこの後はビクトリー、はい、で強さビューティービクトリー、はい、だからこのビューティーっていうのは僕自身の解釈だけど、はい、ある意味ではセルフアウェアネスとかセルフアウェイケニングはこの辺でポッと開いて、はい、そうすると自分の力ではビクトリーができてて、はい、そしてこのビクトリー上ってスプレンダーとかグローリーとか自分が輝いて今のセルフアウェアネスっていうと自分で気がつくということになるわけですか。仏教では円覚とかそういう証文とか そういう形のそっちの方、はい、また菩薩ならん、はい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 、そのイメージで円覚とか証文とか そっちの方です、はいはいはい、とか悟りじゃなくて検証、はい、っていうことも分かるかなみんな。まあそういう部分ではスマール悟りね。はいはいはい。自分自身に気がつくとかそういうふうな形で周りの実はネットワークにはまだ気がついてない。そうですね。はい、そしてそこからグローリーとか輝きのところからファウンデーションの基礎、はい、それで初めて自分の基礎ができてて、それでキングドムとか王国に入ってて、はい、これで悟りを得るっていうわけでしょうね、はい、ですけど小林先生に話しててここから始まってて違う反対ことに行こうとしてるからそれを説明してください。仏教的に、はい、仏教的にはですからここの実は王国と言われているマルクトのところが原点になってここからそれこそ私にはこれがハスの花の茎のように見えるわけです、はいはい、でこの茎を上がって上の世界に上がってって色のないような無色ない色というふうに書いた色界から無色界そうですね、というふうな世界へ上がっていく現象のようにもまた見えるんです、うん、密教の象徴性の中ではこのような形で赤い色、まあ、チベット密教では特にこれが赤い色阿弥陀如来紺の色阿弥陀如来、ねはい、緑の色福宇成就如来そして黄色の色というのが宝生如来、はい、そして、まあ、真ん中のところ白とこれとが、まあ、同一というふうにして考えると大日如来というふうな色のシンボルをまた表しているような気がするので、はいはいまあ、そしてまたこの下のところの色が赤と青というのの合同した色のそうでしょうね、はい、紫色というふうなことが象徴されているのかなというイメージで捉えることもできたんですね。そうですね、はい、で僕がやったと全く逆でやると自分が生まれてきてここにその汚い世界に生まれてきて、はい、そして自分の基礎ができて、はい、
そしてちょっと輝いてみる。そうするとあのやっぱり言えるんですよ、逆にも。はい、ですこういうふうにするとあの、はい、あのこれで悟りを得るというわけね、はい、だからその見えない世界にも入るというか、はい、あのまあ、ここから上に見えない世界があるというふうな象徴ですので、はいはい、今のお話でいきますと、つまり実は汚れた世界、この世というその江戸のところから上がっていく。私自身はこの図形を見た時に、ここのところに私は弘法大師、真言宗では南無大師遍照金剛という唱えることによって一回違う世界観の中に入ってこられる、はい、そしてこの上、通常密教というのはとても難しいというふうにされてますけども、実は現世利益を叶えてくれる天部の神様がこちらにいて、あ、なるほど、そこの上のところで天部の神様の上にいる方々が、まあ菩薩みたいとか、まあ、こちらが不動明王で、こちらが観音菩薩、そして観音菩薩のところから上に上がって文殊菩薩、般若仏も大日如来というふうなイメージがそのままここに投影しているような気がしてならないわけですよね。そうなんですね、はい、そうすると私が実は大日如来に上がっていくという密教の深い教えとそっくりのように思えてならなかったわけです。そっかそっか、はい、僕はこういうふうに見ると、はい、あのいやこういう話今日あると分かってて、はい、あの考えてみたんですよ、はい、でもあのさっきの話のようにあの自分がたどるパスじゃなくて、はい、もしここに仏教の神々を与える、はい、当てはめるんだったらば誰になるかどうか、はいはい、ここまで全く同じです、はいはいはい、大日如来、文殊菩薩、はい、仏門とか、はい、まあ、プランニャプランニャ仏もね、プランニャパラミタ、はいはい、それで不動明と、まあ、小観音として考えてて、はいはい、でこの人は違うんです、はい、これは、まあ、ビューティーだから、はい、あの2つ考えた。1つはあの起承天か妙見菩薩、はいはい、でこちらとこちらが、ね、何だったっけ、どっかに書いてあるからちょっとごめんなさいね、はい、あ、そうか、あのこっちが普賢菩薩、はい、結局サマンタバードラ、はいはい、ね、でこちらの方があの仏門小尊、はい、ウシニシャヴィジャヤ、はい、あのビクトリーだから、はいはい、でこちらの方にはあの僕が当てはめたのは金剛サッタ、はい、バジラサッタ、はい、でこちらがマルクスはアースだから、はい、地蔵菩薩、はい、だから面白いのはあの仏教のパースにしてもカバラとか、まあ、ニューエイジのパースにしても使えるわけ、はいはいはい、であのパースじゃなくてもあのただどこかに当てはめるなら、まあ、ここまで同じじゃん。パースというのはあの悟りへの道という意味での道ですよね、はい、はい、辿る道というのはあの上から上がっても下からあの上から下がっても下から上がっても結局同じです、はいはい、それもそうじゃない、はい、上に乗っててまた下に来てまた始まるから、はいはい、だから悟りへの道というのを図示するというふうなことによって、はい、私たちの今の現象というものが、まあ、先ほどはここで、まあ、あの正門円覚とかそういう自分だけが悟るというふうなことになりましたけど、多くのネット、まあ、つながっている世界観の中で自分が支えられてるっていうことに、この全体像を引いてみることによって、この全体像を見、そしてまたそれが一人の人間からここのところにこう移ってきたときに、この横にその同じようなどっかにあったな象徴がありましたよね。まあ先ほどのその今のところですね、はい、今これこのような形の象徴になることによって、これ Tree of Life でしょ、はい、この Tree of Life どうやってあのフラワーオブライフはこういうふうになるけれども、こちらがですから世界観ということですよね。そうですね、はい、はい、あと私というものが何という時に、私の気持ちがここからずっと上がって、まあ、真っ白けになる、そうです、光り輝く、そのような象徴のように、はい、まあ、あの色がなくなるというのもその象徴のような気がするわけですけども、ああ、まあ、そういうシンボルで汚れがなくなるから、はいはい、ところでここに隠れてる点線は何なんでしょう、まあ、とにかくあのそれが言う前に誰が当てはめたって言い忘れたでしょ国葬菩薩、
はい、これ赤シャンダルマだから赤シャン見えてない、はいはいはい、っていうのはこの、あの、まあ、セフィラかどうかが問題ですよ、はい、いろんなカブラの専門家がこういうセフィラもあるよ、はい、他の人ももうないよ、他の人があるけど隠れてると、はい、でダートっていうんですよ、はい、でそのダートっていうのはやっぱり隠れているっていう意味なんです、はい、で解説が人によって違うんですよ、はい、ただここに隠れてるというのの面白いのは、実はこれずれてこのまま上に行っているものがゴーンと落っこったようにもこう見えるじゃないですか、はい、そうすると現象世界に落とし込んできた時に何か奥のところにこのようなものがあってというふうなお話をすると、その虚空像もしくはアカシックレコード、あ、はいはい、アカシャ、まあ、いろんな形で表現されている目に見えない世界というふうなものの存在を暗示している図形にもまた見えるわけですよね。そう、はい、だから他のところでもあのこの稲妻みたいに、はい、ちゃんとこちらに来るわけ、はい、これがあるように、うん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 、だけど普通はこれ見せないの、はいはい、だけど道としてこうです、はい、あれがないのに、はい、だからここのところの道を The secret, secret path みたいな感じですね、はいはいはい、それを書いていただくと本当に面白いのが、まあ、私真言宗の僧侶して虚空像愚文字法というふうな、ああいいですね、ボーボーアキャシャケレバヤン、はい、アリキャマリボリソワカ何万遍も唱えることによって、賢い人になるというよりも、まあ、あのアカシックレコードと情報を得るというふうな、はい、そういうものの考え方があるんですけども、はい、そのような図像にもまた見えて面白いなと思うんですよね。そうですね、うん、やはりあのヘブライ教ではその、あの、なんていうの、天章、はい、あまり壊れ、はい、信じてはいないのね、はい、輪廻天章をね、はい、クリスト教 の、 あのカバラにもやっぱり信じてない、はいはい、天国に行くかそれで終わり、はいはい、でも仏教に当てはめるとちょうどいいですよ、ね、これにも関わるし、はい、そのような図形であるというふうな、まあ、本当にこのトリーオブライフのさまざまなシンボリズムがまた面白いことに10というシンボルで書かれてはいるんですけども、実際、まあ、例えばこれで3段階なんですよね。そうですね。それとこの3段階は私こことこことここの3つのチャクラというふうに考えますと、一番上が如来、菩薩、そして明王とか天という3段階というふうなものの考え方にもちろんまたで、チベット仏教では、はい、あのクラウンとハートと、まあまあ、はい、ソーラープレクシスかタンデってオーム・アー・フォン、はい、オーム・アー・フォンがこっちに来ないでしょ、はい、こっちパスする、はい、でここなんです。あ、はいはい、これをキリスト教の方ではね、実際言葉というのは神と共にあったというふうにもまた言われてますよね。そう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 、はい、In the beginning was the Word、はい、And the Word was with God、はい、And the Word was God、はい、そうです。その言葉というのが、まあ、密教では真空意、真というのがこちらに当てはまって身体のことですね。で、口というふうなところ、まあ、密教では口というふうな、密教では口なのね。で、意識というふうな、はい、この3つを三密というふうな形で出している、その象徴にもまた見えてしまうんですよね。三密、three secrets ね。はい。そう。それを三密というふうな形で言ってる、 ね、それともまた似てますし、またもちろんこのところで先ほどおっしゃってたチベット仏教ではオン、アホンという3つのシンボルをまた、アはだいたい心臓とか、はい、ハートチャクラに当たる、はい、でもハートチャクラもあの、まあ、ハイアーハート、あのタイムスなんだっけ、なんとか線、はいはい、この下にあるなんとか線、はい、なんていうの、わかりませんね。あのほら、いろんな何々線があるわけ、甲状腺とか、はいはいはい、なんとか線がこの辺にあるわけ、この骨の下で、それもハートチャクラに入るから、だん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 こっちに近づいちゃうんで、だから同じことです。ということはこれが人体図である。そうなんです。というふうなことで、先ほどお持ちいただいた、まあ、これはチャクラだけどね、はい、はいはい、どうぞ。まあ、こちらの方は、まあ、その人体図というふうなものが、これがカバラの、まあ、あのイメージ、これをだけど
ヨガの考え方ともまたそっくりのように思えるんですけど、いかがなもんでしょう。そうですね、あの非常に面白いです、はい。まあ、こういうふうにもトリーオブライフが座ってる人に当てはめると、はい、まあ、チャクラでどうやってあのあれすると大体わかるでしょう、はい、ケテルはクラウンの方とか、はいはい、マルクとは第一チャクラとか、はい、横のところにこのチャクラという考え方をまたそうですね、出しているような形になってるわけですね。だからどこかでそのあのインドから来たチャクラの考えとか、はい、あのユダヤ教の中のツリーオブライフの考えとか、まあユダヤ教より古いから、はい、あのこのフラワーオブライフはあの昔のあのエジプトの例えばアビドスにある寺院、まあ、ある人によってて1万トンで500年紀元で作れたお寺はい、はい、そうじゃなくても何これから3000、4000年前あの短くてものお寺に書かれてあるわけ、うん、そしてあのアシェバルパル王、あのメソポタミアのアシリアのキング、はい、彼のオーデンっていうの、はい、パレス、はい、王宮ですね、王宮か、王宮の中に書いてあるし、だから古いんですよ、はいはい、で国があるならば国もあるはずです、はいはい、考えとして多くの古代のものの考え方の中に自分というふうなものとそれから宇宙もしくは世界というものをつなげる考え方がありますよね、はい、そういうふうな考え方がやはりここの考え方の中にあるわけですね。そう、僕知りたいのは、はい、こういうデザインはアジアにもあるの？アジアにもあると思いますよ。インドとか、はい、あの東南アジアとか日本とか、はいはいはい、あの日本ですとカゴメモンという形で、隠されています、はい、カゴメモンというのも先ほど の身体の上向き三角形下向き三角形を、はいはいはい、網を編んでいくことによってそのような形が残る。そうです、あの尻尾のもんもあるしね、はい、それもあるし、はい、これまさにこれでしょう、はい、でこちら の、まあ、あの人体というふうなことがねあの分かってくるとこれはもろに先ほど来あのお話ししている世界と私とが重なり合っている。そうですね、というふうなことを言うわけですよね。だから We are the same ということ、はいはいはい、ところが現代というものが実際私たちはバラバラに存在しているというふうに思えてしまって、はい、宇宙と私たちがつながっているなんということを言ったらなんておかしなことを言う人だろうというふうに見えてしまう、はい、ところが、まあ、先ほどのような自分が探求の道を歩んでいくことによって全体というものが見えてくることによって自分の位置づけが変わってくる、はい、そうです。修行、まあ、思考的な修行も体験的な修行も含めてその修行をすることによって視野が広がり自分というものの認識が広がり自分というものがありありと見てくるとこのようなつまりつながり合った関係で私たちが存在している。そうですね、はい、これを仏教では縁起という形にそうですね、いうわけですよね。そういうことですね、結局、はいはい、で、あの、まあ、あの、他の時にもあのテーマあるからあんまり長く話せないけどあのそこまで言うならばやっぱりタロットにもボーンと出てくるかなと思えば、はいはいはい、で、あのほら愚者から、はい、あのまあ、例えばあの先生の名前言っていいの？はいはい、あのどうぞどうぞ。あのカモワン先生の、はいはい、あの 3×7 ダイアグラム、はい、で1から3から7のシンボリズムというのが、はい、そうこういうから始まってて、はい、人間界に入ってて、はい、そして、まあ、真ん中は菩薩界かな、はいはい、何界と分かんないけど、はい、菩薩界ですね、菩薩界、はい、で上が、まあ、天の界、はい、で最後には The World、うん、まあこれはあの次回あのでもThe World なんです、はい、結局、はいはい、そうですね、世界とは何か、その時は分かるからね、はい、要するに世界とは何かということを探求していくとそれが見えてくる、それのさまざまなシンボルによってそれを表現する、言葉というものではなくシンボルというものがさまざまなものを隠してくれるから、これは読み解く知恵を自分自身が持つことによって自分の発見
につながることによって力強い人間になるということの道具としてカバラはまあそうね1万年という先ほどお話がありましたけども、いやこれを考えた方々は力強い英知の持ち主になれたんだよなと思いますよね。まあ、結局地球人じゃなかっただろうねモンキーじゃないからね、そう思えるくらいに、すごい英知だと思いますよね。今冗談だけど、はい、でも、はい、あのいや先ほどタロットっていうのはあのいろんな人たちがこういうツリーに、はい、あのセフラの方かあのこういう道かで、この道は22本あるんですよ、はい、でタロットのメイジャーアルカーナと何ていうの、はいはい、大アルカナ、あの同じだ、はい、大アルカナのカードも22だから、はい、当てはめることが多いんですよ、はい、でゴールデンドーンとかクラウディがやるとはこちらが0っていうカードの愚者で、これが、1位のカードの、あの、まあ、普通はマジシャンとか、カモンではバトラーの、はい、ジョグラー、はい、で、これはハイプリスタス、はい、まあ、様々なそういう形で、様々なの、はい、もう一つが、で、そうすると0というカードが1というパスとか、はい、数字が合わないわけ、はいはい、で、カバダではこれはアラフ、はいはい、あのこれはヘブライ語の数がやはり22というところで入っていくわけですね。そしてアレフ、ベッ、ギムル、ダレット、そして A、B、まあ、G だけど D となっちゃうわけ、はい、このアルファベット。そうすると0というカードはレターの1イコールだから、あんまり僕にとってはおかしくて、あのカバラのゲマトリアと、はい、日本語でもガマトリアっていうかな、うんうん、あのいますね、数値があまりにも大切だから、はい、数比術というふうに、あ、なるほど、はい、はい、そうですね、1っていうカードやっぱり1っていうパーツじゃないとおかしい、はいはい、だから後でその話をなさるでしょうから、まあ、 あの少なくともカバラというものがタロットというところにももちろん結びつかなければ理解できないんですけども、今日はまあどちらかというと全体像、ね、カバラの全体像というふうなことでお伺いしたかったわけですね、はい、まあ、あのこういうことで実はその宇宙と私とが一つであるというふうな世界観をカバラが持っているというふうなお話をすることができたと思います、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。